1977年の足川駅と周囲約500メートル範囲の状況。上が輪っな内方面。千鳥式ホームに駅舎とその横に貨物積み下ろし場の建屋及び引っ込め線を有する一般駅で駅を建設した当初のサロベツ原野開拓拠点としての意気込みが伺える。しかしこの写真の時点では周辺の民家はほとんどなく積むべき貨物も見当たらない。 駅の右上に職員感謝が二棟見える。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成足川駅は、北海道手塩郡とよと町和足川にあった、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。電報略号は支派。利用者金賞のため2001年7月1日に、廃駅となった。当駅の所在する地名より、 現在のサロ別川を指すアイヌ語のサオマペを予約したものとされる地上駅。廃止時点で南輪っかな駅管理の無人駅となっていた。かつてはホームが千鳥式に配置された相対式ホーム2面2線を有する列車交換可能な交換駅であったが廃止時点で交換設備が廃止され線路の東側に単式ホーム1面1線を有する分岐器を持たない。 防線駅となっていた。交換設備が設置されていた頃は、駅舎側ホーム南側と対抗ホーム北側を結ぶ、構内踏切が設置されていた。その他一番線の旭川方から分岐し、駅舎南側のホーム切りかきき部分の貨物ホームへの貨物属性を一線有していた。交換設備運用廃止後は、使われなくなった二番線の線路は撤去されたが、 ホーム前後の線路は分岐器の名残で湾曲していた。駅舎は、末期は予3500系車商社を改造した、貨車駅舎となっていた。ホームの有効調は1番線、廃止された2番線ともに50メートルであった。付近一帯は、サロ別原野の一部でほとんど何もなかった。駅前に、足川会館という集会所があったが、集会所より先に集落が消滅してしまい、 使われないまま放置されていた。ありがとうございます。